島に行ってみようぜ。あれ、あ、同心に聞いてみようぜ。何か知ってるかもしれない。何かお困りごとですか？もっと詳しい情報はありますか？例えばそのおま荒滝極上、荒滝派が主催してる。ああ、このではあの未認可の催し、未認可の催し、ああ、いえ、そう何度も名前、確かに数日前、私どもはここで姿の彩り祭よりも話を聞いてみたところ、彼らは明らかに未認可なもの。え、強制的に。いえ、彼らはそういった経験が。安全対策。もし荒滝派をお探しでしたら、天金島はシャブ業が大小。このことは荒滝、もし彼らに祭りをか、うん、せっかく来たんだし、天間違えた。さっきと同じだな。荒滝派の人はいなそうだぞ。ここはシャブ業の代行が管理しているはずだ。そいつに聞いてみようぜ。二人とも。なんか妖怪。ああ、わかっ。そうだ。よいみやさんは苦情さ。オイラたちよって。それが残念。だからもう少し北西の方に向かえ。ちょうどお前がいつ来るのかと、俺様の会場を見てみろ。三方は海に囲まれ、天金島を背にしたここ、さらに陸路も水路も利用できて交通の便がいい。徒歩や船であっという間に来る。この会場を見た瞬間、あの瞬間、世界は大きく、親分最高、絶対天領ぶっ今回お前らに来てもらったのはもちろん俺ら荒滝派の名を宣伝するご、それから忍のあと資金不足で過去数回、まさに大きい。アキラ、最後の一言は余計だ。採点つうのは宣伝すればするほど。おい、忍は主役なんだろ。あいつが真面目に仕事しててどうしてお前。俺様だって真面目に。実は親分はお前らがもうすぐ来る。親分も忍の姉子と一緒に。おいおいおい、もしかさらともちびすけに話すことはね。それより兄弟、あの長野、あいつはこの祭典を今後は、あ、それより兄弟、あいつにも。だがあいつはそれを受け取らなかった上に、わざわざここまで来て、しかもだ、その内容をいつか絶対に。それよりいろいろあんぜ。あそこの小さい丘が見えるか。このかがり火は炭で瓜を焼くのにぴったしだ。でこっちの箱は本当に。だがこの祭典の一番の目玉は豪華菜園だ。ほらこれを見、お前らにこっそり教えてやる。だが
その売り手は800万ムラもするものが当然俺様この小鼓の縁が破れてることにだから俺得したのは相手のそれより牛使い野郎が8万たかが8万ムラだ俺様をそのうちの2万は俺が出し俺も親分なんで2万2万そして牛使い野郎自分は一銭もだおいおいお前どういう計算してんだよお俺さて食べんのはここ採点はそのそんじゃまた後でね巨大俺は新たきあそうだ俺たちみんながそうすればさん俺の仕事はどうだそうはいそう詰め親分のダチとして最高の気分だぜおおそれこそさあみおれは新たき5個菜園をはよしWhat?
新たに豪華菜園を。よし。Thank you.
新たに豪古菜園を。よし。俺は新たに豪古菜園を。よし。大変だ。親分が、ついさっき天領奉行の奴らが、詳しいこと将軍様も、親分の、ああそうだよ。とにかく親分大丈夫。親分はその後、あさん、あのおいバカ、こ祭典の方は旅人、ひとまず俺お前の旅がよくなることで